暮らし。まだカズ、何考え込んじゃって。カズが帰ってくるまで探しておこうか。何が足りないか知らないけど。カズビーン、早くしないと遅刻しちゃうよ。いってらっしゃい。いってらっしゃい。メスメス、こら、早う出せ、早う気づけボケ。つうか、なんで掃除機に吸い込まれてるんだ私は。おい、こら。ですから、ここは。それじゃあ今日は。おっしゃー、飯の時間だ。金婚ダッシュで学食一番乗りだぜ。待ってろよ、俺様の焼きそばロールパン。まだ礼が終わってないのに。はい、それではこれで授業終わります。日に日に不便になっていくわね。お兄様。もちろんですわ。ですからこんなものを用意しましたの。はっ。わわ、窓の外からも出てきたよ。な、天井からもですよ。私の力を見くびってもらっては困りますわ。でもさすがに誰も驚かなくなったわね。それってどうなの。さあ、どうですかお兄様。私、とっても感激ですわ。いつき。はっ。コックたちに特別賞金を出しておあげなさい。かしこまりました。さあお兄様、私の愛の詰まった料理を遠慮せず担当お食べください。お兄様、固いことはいいこなしですわ。はい。いいえ、お好きなところだけお召し上がりください。それ以外は廃棄しますわ。私たちも食べていいのかな。これはお兄様と私のために用意された昼食ですのよ。言うと思った。さすがはお兄様、その御心は昔のまま、広く優しいままなのですね。コン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 、ハムホンニャおしゃち、はらはら、さひらさ。ほら、あたりちゃんも一緒に食べよ。あ、あ、
しょ。はいお兄様。あーん、そうですよね、皆さんに見られていては恥ずかしいですわよね。準備完了です。よろしい。いかがいたしましょう。残念ですか。そうですよね、わかりました。そう、あれは私がまだ幼い頃。わあ、バイオリンとチェロだ。私、生演奏とか初めてだよ。姫の着信の曲とどっちがすごいですか。お兄様と初めて行った町内の夏祭りの日のことでした。あの時、迷子になった私の手を引いて導いてくださいましたよね。私が病に伏せた時、お兄様はお見舞いに来てくださったりもしましたよね。とにかくあの時はなんて優しくて頼りになる方なんだろうって思いましたわ。あ、もちろん今でもそう思ってますわよ。美しい思い出はそんな風にしか覚えてないんですよね。
ですか？ですが、なんだかんだ言ってもちゃんとお世話してくださいますから。まさか律儀っていうか、悲しみ。私、お兄様から受けた数々の優しさは忘れられませんわ。次からは気をつけろよ。ん？なんだ、リンドージ。不快ですわ。何か言ったか？不快と申し上げたのですか？あなたはクビです。ああ、何を言ってるんだお前は。お前に俺をクビにする権利があるのか？ありますよ。なければ作るまでです。ああ、いかほど。理事長か人事の方にでもお聞きしますから、その値段を。二度と真っ当な職業にありつけるなどと思わないでくださいますね。ちょっと待ってくれ。後悔なさい。家庭教師はクビにするのが常識ですわ。ここではお金をもらう側の方がお金を払う側より偉いんですの。
ではなぜ。学生は教師に逆らってはいけないのですか。行きません。今回は私一人が叱られれば済むはずです。なのになぜお兄様まで。それでも納得できませんわ。あの人たちはそんなに偉いのですか。どこの大学をご卒業なさいましたの。現在の収入は。耐えられませんわ。できることならばこの世の果てまでもご一緒したいのですけれども。今日はお稽古事がありますのでお先に失礼させていただきます。名残惜しさのあまり歌が読めてしまいそうなほどですが、それでは。はい、ここに。帰ります。車は。ご用意いたしております。では参りましょう。はい。それではお兄様、ごきげんよう。すみません、大丈夫っすか。問題ありません。心配ご無用ですわ。我が家のメイドは銃弾をも跳ね返してみせます。マジ。ですから心配ご無用です。我が家のメイドは。お嬢様、あちらの運転手の方が重傷のご様子ですが。あら、それは困りましたわ。すぐに医療スタッフに連絡を。それと慰謝料の用意をお願い。示談でよろしいのですか。こちらは歩行者だったのですから、責められるのはあちらです。ご承諾なさることでしょう。かしこまりました。お兄様。まあ、どうなさったのですお兄様。こんなに濡れそぼって。いくら水も滴るいい男と申しましても。ともかく
これではお風邪を召してしまいますわ。はい、乾かして差し上げなさい。はい。いいえ、コンロさんですわ。失礼します。心配ご無用ですわ。お兄様、火加減は完璧です。確かにそうですわね。申し訳ないのですが、なぜかは存じませんの。ですが、いつきのように小言も言わないので、むしろいつきより重宝しますわ。もう消しちまうのか。こっちも頼む。ずぶ濡れでよ。構いませんわ。ではコンロさん、皆さんのお洋服も乾かして差し上げなさい。はい。心配ご無用ですわ。そうですか。実際にお雇いしているのは樹だけですわ。樹はずっと昔から私についていますから、あとは期間を決めて雇用するんですの。突然現れましたの。便利ですから使っていますわ。びっくりしたの。大変申し訳ありませんでした。お着替えなどご用意いたします。お詫びを申し上げたらよいか。大丈夫よ、何ともなかったから。何も言わずこれをお納めください。コンロさん。はい。気持ちにございますわ。いいわよ、こんな。どうか。
兄様。はい。おっしゃ、代わりに俺様が。えい、ー